中の部屋はいつもよりもなぜか少し自由な気がして、いくつもの想い巡る月明かり、夜は少しずつ深まってく。今日君が話してくれたこと、何回も思い返して、やがて夜が明ける頃に抱えていたものすべて答え見つけられるように、そっと窓を開けてみた。午前三時の空気にさらされたまま深く息をついた。会いたいと思う気持ちと裏腹に、いつも素直になれなくて、そんな意味のない強がりさえ君は笑顔で受け止めてくれるんだね。優しさは時に傷つけるけど、少しずつ変われるなら、やがて夜が明ける頃に君に届けと願えば、全て伝えられそうで、月明かり部屋に流れて、少しずつ時を削って、かすかに見えそうな小さな明日のかけら。やがて夜が明ける頃に抱えていたものすべて答え見つけられるように、そっと窓を開けてみた。午前三時の空気にさらされたまま深く息をついた。